はい。では今日も社長の仕事365日チャレンジを始めていきます。今日は119日目ということになりまして、テーマとしては、半年後のチームを作ろうということになります。半年ごとのチームですね。で、私たちが提供しているあの仕組み経営というプログラムがあるんですけども、その、プログラムの中の、まあ、かなり重要度の高いですね、まあ、仕組みとして、まあ、未来の組織図を作りましょうというのがあるんですけれども、まあ、これどういうことかと言いますと、まあ、会社のですね、組織図って、ある会社もあると思うんですが、僕らが提唱しているのは未来の組織図を作って、そこに向けて計画を立てていきましょうということなんですよね。未来の組織図があることによって、こう自社にどういう人材が必要で、まあどういうような採用計画を立てていけば、その理想の組織図に近づけるかっていうのがわかるということになっています。で、この未来の組織図を作るのは、まあいろんなテクニックがあるんですけれども、まあ今日はもうちょい簡単にですね、まあ、半年後にどういうチームが必要になるのか、どういうチームメンバーが必要なのかっていうのを考えてみましょうというお話です。で、例えばなんですけれども、まあ、店舗ビジネスをされていると、想定しまして、まあ、例えば今はですね、1店舗あって、社長が、まあ、店長を兼任して、まあ、スタッフが何人いるかみたいな、お店を想定してみるとします。で、その時にですね、まあ、これからもう1店舗出そうかなという思いがあった時に、まあ、どういうタイミングでそれを出すかということなんですけども、でこの時にやっちゃいけないのがですね、その2店舗目を作ってから、その店長を育てようとか、マネージャーを育てようとしちゃいけないんですよね。まあ、そうするとですね、まあ実質、社長自身が1店舗と、まあ、1店舗目とですね、2店舗目を両方見ることになるので、まあ、ものすごい大変になってですね、実質、社員を育てる時間がないと、余力がないということになってきます。なので、順序としては、まあ、一店舗やってるうちにですね、店長と、同じ能力のある人、要するに店長ができる人を育ててから、初めて二店舗目を出すという順序なんですよね。なので、あくまで人が育った上で、店舗を出すということなんですよね。まあ、これ店舗ビジネスに限らず、まあ、全部そうなんですけども、まあ、要は、会社の成長は人の成長を超えることがない。ですよね。なので、人が座ってから店舗を増やしていくというのが、まあ、正しい順序なわけですね。まあ、そう考えたときに、まあ、今回のテーマに戻りますと、まあ、皆さんの会社が、まあ、半年後にどういう状態でありたいのかっていうのを、まず、考えていくと思うんですね。で、それに合わせて、じゃあ、どういう人材が必要かということを考えるということなんですよね。なので、今日の仕事としては、皆さんの会社の半年後ですね、これを考えたときに、どういうチームメンバーが必要かっていうのを、今から考えてみましょうということでした。ではまた明日お会いしたいと思います。